俺の名前は犬井重雄、どこにでもいるサラリーマンだ。今は見ての通り愛犬のメルとの散歩を楽しんでいる。親父がメルを連れてきてから2年と少し、たっぷり愛情を注いだ甲斐あって俺によく懐いてくれている。ただいまメル。どうだ、うまいか。その小柄な体で動き回る愛らしい姿は、過酷な社会を生き抜く俺の癒しだ。いつも通りに朝の散歩を満喫していたのだが、今日は少しドジをしてしまった。痛っ。ビルの植栽の枝に気づかずに右手を少し切ってしまったのだ。少し血が出ていたものの、傷自体は浅かったので家に帰って手当てしようと思っていたところ、メル、お前。心配してくれたメルが傷口を舐めて消毒してくれたのだ。メルの気持ちが嬉しくて、傷口はまるで治ったような気持ちだった。しげお、消毒くらいしたらどう？大丈夫だよ。お袋はちょっと心配していたが、特に気にはしなかった。何が気に入ったのか、それからもメルは俺の傷を舐めたかった。ワンワン。わかったわかった。会社が忙しくて相手できないこともあって、俺は言われる通りに傷を舐めさせていた。そうして少し経った頃、気持ち悪い。大丈夫？犬井さん。俺は体調不良から職場で動けなくなってしまった。数日前から頭痛に倦怠感と風邪っぽいと症状があったが、自分だけ休めないと無視していた。大丈夫、すぐに病院に着きますよ。その結果、発熱や腹痛まで併発した俺は、同僚が呼んでくれた救急車で病院に運ばれた。打たれた解熱剤によって体調が少しマシになった頃、俺は担当医から説明を受けることになった。カプノサイトファーがカニモルサス感染症？ええ、そうです。医師の話では、俺の症状はカプノサイトファーがカニモルサスという細菌に感染することで起こるものだという。犬井さん、近頃犬や猫に噛まれたことはありませんか？いえ。カプノサイトファーガ属菌は犬や猫の口の中に常在しています。通常なら感染経路は犬猫の口交となるのですが。その説明を聞いて、俺は顔から血の気が引くのが分かった。先生、もしかして犬に傷口を舐められても？ええ、それで感染した事例もあります。つまり原因はメルだったのだ。俺が思い当たる原因を告げると、医師は深いため息の後、厳しい表情でこう言った。犬井さん、ペットとの過度の接触は危険です。犬や猫だってどんな細菌が潜んでいるのかわからないのですから。医師の言うには、身近な犬や猫ですら唾液の中にどんな細菌が潜んでいるか把握しきれていないらしい。海外では犬に噛まれたことが原因の血液感染で両足を切断した患者もいるのだとか。今回俺がかかった病気の他にも、家畜や犬猫の出産や流産の際にその胎盤から感染するというインフルエンザに似た症状を持つ急熱、猫の糞から感染すると言われているトキソプラズマ症、妊娠している女性がこれにかかると流産を誘発する他にも赤ん坊に様々な障害を引き起こすと言われている。珍しいケースとしては、北海道で野生のキツネを主な感染経路としているエキノコックス、寄生虫です。北海道のキツネって俺たちには関係ないんじゃ。いいえ、犬を経由して人に感染したケースもあります。それも本州でね。それは感染するとどうなるんですか？主に肝臓に寄生して発育、増殖し、深刻な肝機能障害を引き起こす。放置した際の致死率は 90% の難病です。ともかく症状が治るまで犬井さんには入院していただきます。はい。ペットを愛するのは結構ですが、度が過ぎれば思わぬ不幸を呼びますよ。病室に戻った後、俺は母さんたちに事情を説明した。まったく、だから言ったのよ、怪我した時にちゃんと手当てしろって。面目次第もございません。幸いだったのは、二人とも俺が原因で、メルには罪がないと分かってくれたことか。俺はメルを可愛がることばかりに目がいって、こんなリスクがあるなんて夢にも思っていなかった。これからはちゃんと適切な距離を取らないとな。きっとメルだって俺を病気にしたいなんて思っていないんだから。